とも、海です。本日は、思い出の晩餐というゲームをやっていこうと思います。はい、こちらのゲームはですね、この怪しいコックさんが運んでくる料理を食べるか食べないかを選択していくゲームらしいです。いやー、めちゃくちゃ面白そうだし、この不気味加減がいいですね。もうこの後ろに吊るされてるの、これ人間じゃない絶対。めちゃくちゃ怖いんだけど。まあやっていきましょう。でもめっちゃこのコックさんの見た目好きなんだけど。初めから。いや、絶対食べたらやばそうだけどね。このゲームはアラバナヌヌが制作したオリジナルゲームです。ありがとうございます。前もね、実況させていただきました。不気味な表現を含みます。実在するものや既存作品とは一切関係はございません。無許可で作品を掲載する、はい、販売するなどの迷惑行為を禁止です。ゲーム実況や二次創作マナーを守ってお楽しみください。ありがとうございます。実況させていただき。ゲーム説明、セーブは右下の3マーク。これ3マークっていうのかな上記内容を確認したのでゲームを始める。あ、なるほど。もう押せば始まるってことね。はい。うおー、枠時。タンポポ、僕。お腹すいたな。今日の晩ご飯何にしようかな。って考え事をしながら近所のスーパーに向かって歩いていたら、捕まった!この謎のシェフから突然足が引っかかって転んで、落とし穴に落っこちてしまった落とし穴!落とし穴に落っこちたの?そんなものがあるの?何が起きたの?ここはどこ?タンポポくん。あら、あ、タンポポくん。かわいいね。ちょっとぽっちゃりしてる感じ。かわいい。頭にチューリップとかお花ついてる。薄暗くて変なところだな。誰かいませんか?これは、珍しいお客様だ。人間が迷い込んでくるなんて。あ、来たーいや、いいね、このコックさん。このさ、イヤリングもめちゃくちゃさ、可愛いっていうかね、独特個性めっちゃあって好きだわ。食べる、食って書いてるし。いらっしゃいませ。ここは私、コック早乙女の孤独な料理店、最後の一口、かっこ本店でございます。この落とし穴の先にあるのが怖すぎでしょ。私の正体は、究極の美と食を求めて、星から星へと旅をしているエイリアン。あ、なるほど、人間じゃないんだね。コック早乙女さん。料理の出前には自信がございます。食材選びにも自信がございますよ。大丈夫、人間じゃない材料。人間が来た。ああ、最高の気分だ。部屋中に大好物の香りが漂っている。ジュルに絶対人間食ってるって。やばいって。美味しそうだから、タンポポくん。食べられちゃいそう。今日は運がいい。ちょうど料理の仕込みをしていたところだったんだ。お気になさらず、独り言です。独り言、大きいね。アレルギーや苦手なものがございましたら、お伝えください。食べて、内臓を膨らませて、心の体も大きくなりましょうね。一口食べるだけで、すべての肉、苦しみを忘れられるような絶品を心ゆくまでお楽しみください。あ、それはね、ちょっと魅力的に聞こえるけど、ちょっと怪しいな。さあ、こちらのお席にお座りください。料理をお作りしますので、おとなしくお待ちください。何を食べさせてやろう。何を食べさせてやろうかって言うてるじゃん。絶対怪しい。なんだろうな、これ。ドッキリかな。仕掛け人は誰だろう。お、ホメト先輩。学校の先輩、ホメト先輩かな。僕、今日誕生日だもんね。あ、そうなんだ。ホメト先輩めちゃくちゃイケメンですね。きっと、美味しいものを食べさせてもらえるんだ。でも、ここ、お店なんだよね。僕、お財布忘れちゃった。大丈夫かな?気になることは、コック早乙女さんに聞いてみればいいか。あ、ここで質問タイムとかに入る。はい。じゃあ、セーブして。お財布苦手な食べ物はセロリ。ダイエットしてる。どうしよう。ダイエットしてる。ちょっと言ってみる?タンポポくん、ちょっとね、ぽっちゃりしてたし。はい、ねえ、コック早乙女さん、僕ね、最近ダイエットしてるんだ。ダイエット中でしたか。美と健康を意識されているのですね。私は味だけではなく、お客様の健康についても意識して料理をしております。健康的な食生活は、必要な量をバランスの整った食事で摂ることが大切です。無理なく続けるためには、美味しいこと、楽しむこともとっても大切です。確かに。ご安心ください。今夜は私に身を任せて。さあ、極楽へご案内いたします。あ、でも、食べる選択肢になっちゃうのね、結局。安心したよ。嬉しいな。なんか野菜系だったらね、怪しくないけど、肉料理出されたらもう怪しいもんね。どうした?血吐いてるけど。さて、どんな味付けにしてやろうか。よだれが止まらない。コックさおとめはどういうし、怖いんだけど、怖いんだけど。なにそれ。どういうこと？ああ、肉の食感が恋しい。早く食べてしまいたい。やっぱ食べようとしてるよね。なにちょっと BGM 変わっちゃったし。何出されるんだろう。コックさおとめの料理を食べるか食べないかを選択しよう。はい、了解です。一応セーブして。はい。料理は全部で9種類。画面上部のメーターを意識して選択しましょう。画面上部のメーターなんかあるね、これ。1品目は、究極のステーキ、地獄風味のソースでございます。もうステーキ、絶対やばい。絶対人間。お肉は私の主食です。とことん追求し、希少部位を特別なルートで入手しております。香ばしいソースは、きめが細かく、柔らかい上質なお肉によく合います。仕上げにお肉には残酷な悲鳴を聞かせております。震えて身が引き締まって、旨味も増しておりますよ。残酷な悲鳴聞かせたら、引き締まるの。さあ、召し上がれ。ある意味確かに引き締まりそうだけど。美味しそうだな。美味しそうっちゃ美味しそうだけどね。全部食べてみるか。これ人間だと思うけど、私のそうね。ちょっと食べてみよう。一旦全部食べるルートを食べる。今ダイエット中って言ったのに。早速食べた。もぐもぐ。すごく美味しい。幸せだな。いやね、でもその幸せを感じることは大事よ。なんかメーター増えた。白米 ?2 品目は、究極の米、灼熱地獄でございます。何?ただのお米に何が入ってるんだろう。口の中で柔らかくほぐれる最高級の米をかまどで炊き上げました。灼熱地獄のような熱がかまど全体を残酷に包み込むので、お米をふっくら均一に炊き上げることができるのです。冷めても美味しいですが、やはり炊きたてが一番美味しい。先ほどのステーキをご飯に乗せてもいいですよ。さあ、召し上がれ。ステーキとご飯はね、めっちゃ合うからね。美味しそうだな。これはもらおうか、これも。はい。全部食べたら絶対良くないことになっちゃうね。絶対このシェフに食べられちゃいそう。もぐもぐ、すごく美味しい、幸せだな。よかった。タンポポくんが幸せそうなのはね、すごくいいけど。やべえ、2つ増えた。3品目は、究極の焼き魚、哀れなサバでございます。哀れなサバ。ひっひっひ、このお魚、数十分前まで息をしていたという。サイコパス。そうです。私がこの手で切り裂きました。なんて残酷。なんて新鮮なのでしょう。でもめちゃくちゃ新鮮だよね、それは。油がたっぷり乗った、とろけるような舌触りに仕上げております。さあ、召し上がれ。お魚はね、ダイエット向きではあるんじゃない？もうステーキも白米も食べちゃってるけど。9品出るんでしょ？食べ過ぎだよね、絶対。もぐもぐは幸せだな。9品全部食べたら絶対ダイエット嘘ってなる。4品目は究極の米最大ご飯のおかわりをおかわりね、お持ちいたしました。お客様の心はお見通しでございます。確かに美味しいお肉とお魚には美味しいご飯がよく合う。生産量が少なく幻の品種と言われている究極の米を贅沢に味わってくださいね。さあ、召し上がれ。おかわりは確かにしたくなるのはわかるよ。じゃあ食べる。いや、白米2回は太るよ、これ多分。もぐもぐ、すっごく美味しい、幸せだな。今、4個目が終わったんだよね。はい。なんかちょっと色変わってない?メーターも。5品目は、おかかねぎ味噌でございます。なんだろう。お供え物じゃない。なんていうっけ、こういうちょっとちょこんって出てくる系のやつだよね。長ネギと鰹節を使った秘伝のレシピのおかず味噌。ネギの香りと甘めの味噌はご飯のお供にぴったり。美味しそう、普通に。ぜひ、先ほどお持ちしたご飯の上に乗せてみてください。お豆腐、納豆、サラダ、お肉、お魚、何にでも合いますよ。病みつきになる美味しさです。私はネギ味噌を食べた時に生を実感するんです。ああ、生まれてきてよかった。めちゃめちゃ好きじゃん。さあ、召し上がれ。美味しそう。これをご飯につけて食べるっていうのが、マジで普通に美味しそうで。ちょっと、コック早乙女さん、うちでご飯作ってくれないかな。家にいたら嬉しいかも。あ、でも人間か。肉は人間だからやばいか。6品目は、焼きとうもろこし。この上ない喜びをあなたへでございます。この辺はさすがに人間の材料じゃないよね。炭火でじっくりと焼いた熱々のスイートコーンは香ばしく心奪われる美味しさです。実は私、トウモロコシが大好物でして、美味しいですよね、トウモロコシ。私も大好物、めっちゃ好き、コーン。宇宙を旅しておりますので、様々な星の食材を味わってきましたが、トウモロコシの美味しさは別格でした。わかるよ。私が一番美味しいと思っているトウモロコシを、お客様にも食べていただきたいと思い、特別にお持ちいたしました。このね、トウモロコシに、醤油さーって塗って焼いてで食べるのうまいよね。厳選したお醤油はほのかに甘みを感じられるフレッシュな印象でトウモロコシを引き立てます。おかず味噌とトウモロコシを組み合わせで食べるのも美味しいんですよ。あー美味しそう。そちらも心からおすすめしております。さあ召し上がれ。そんな心からねおすすめされたら食わんわけにはいかんしょ。はい、コーンをさバターでバターを溶かして食べるとかめっちゃうまいよね。もこもこすっごい美味しい幸せだな。これは6品目目だね。1,2,3,4,5,6。7品目はほうれん草のソテープロの味でございます。何プロの味で。自信を持って厳選したほうれん草は歯ごたえシャキシャキ濃厚な味わい。食べた瞬間に違いがわかりますよ。へえ。深い香りを帯びた焦がしバターでこだわりと思いを込めてソテーしシンプルな料理に仕上げました。シンプルな料理は基本が大切。ああ腕が鳴りますよ。私の実力を感じてほしいという意味でもぜひ食べていただきたいですね。さあ召し上がれ。なんかほうれん草だけを食べるってそんなない気がするけど、普通に美味しそうだな。バターでね、焼いてるんでしょ。もぐもぐすっごいし幸せだな。もうタンポポくん本当に可愛いな。ずっと幸せ感じてる。うわ、野菜だ。8品目は、野菜スティックでございます。手軽に舐めるのがいいみずみずしくて美味しいお野菜をお取り寄せしております。さっきから後半野菜だよね。おかかネギ味噌と合わせてお召し上がりくださいね。いいね。もちろん他のディップソースもご用意しておりますよ。食べ比べでお楽しみください。マヨネーズ、カレーのディップソース、ガーリックハーブのディップソース、クリームチーズのディップソース。お客様はどのディップソースがお好きですかね。さあ召し上がれ。美味しそうだけどさ、こういうのさ、よくコンビニに売ってるじゃん。あれね、全然私、美味しそうとは思うけど、食べたことないんだよね。あれ、美味しいのかな?どうしてもやっぱ、私結構好き嫌いあるから、食わず嫌いなんだよね。ちょっとこれ、ひび入ってる?9品目は、トマト、ごめんトマト無理なんだわ、私。先ほどの野菜スティックと合わせてお出しするつもりが失念しておりました。私としたことが、トマトも先ほどのマヨネーズやディップソースと合わせて召し上がっていただきたかったのです。野菜スティックとトマトは私の中ではセットなんですよ。両方食べていただきたいセットですので。ごめんトマトは無理なんだわ。トマト食べたいですよね。食べやすい大きさに切り分けておきますので、お待ちくださいね。さあ、召し上がれ。トマトは嫌いなんだわ。トマトは食べれない。トマトは食べれない。ちょっと待って。これトマトは食べれないわ。ごめん、食べない。トマトだけはごめんなさい。食べないの?なっちゃった。なんで?ごめん、コックさん、おとめさん。トマトだけ。その他を全部食べて、ごめん遠藤2分の2、絶望。ゲームを遊んでくれてありがとう。こんなすぐに遠藤に行くんだ。食べなかったら。ごめん早乙女さん、コックさん、おとめさん。いや、ありがとうございました。こんなに早く行くなんて思わなかった。ここ9品目にも食べ、なるほど。結末は全部で2種類。じゃあもうこれさ、全部食べたパターンが、もう一個エンドなんじゃないのかな、もしかして。ごめん、ちょっとトマト嫌いすぎて、このゲームの中でもすぐに食べるを押せなかったわ。じゃあ食べるが、私が食べるわけじゃないしね。タンポポくん頑張って。タンポポくんなら何でも食べれるでしょ。もぐもぐ、すっごく美味しい、幸せだな。全部食べちゃったよ。大丈夫かな。あ、あれ ?9 品目じゃな、あれ ?10 品目は、あれ9じゃなかったっけ？私なんか勝手に9品って思ってたんだけど。じゃがいもで、じゃがいもだし、なんか、まだ、ダメ、食べれなくないこれ。ホックホクの皮付きじゃがいもに濃厚なバターを、あ、このじゃがいもはお客様にはお出しできませんね。芽が出ていて、緑色に変色している部分がございますでしょう。うん、だよね。これあんま良くないね。有毒物質が含まれているらしいですからね。人間にとってのね。はあ、失礼いたしました。失敗しちゃいました。どうするの？実は私、今、とっても緊張しております。私の料理をこんなにたくさん楽しそうに食べてもらえるのは初めてなので、困惑しているのです。あれ？なんか、いい人？他のお客様はいつも震えながら料理を口に運ぶのです。料理は美しくて美味しいはずなのに。はあ、部屋中に美味しそうな匂いが漂っているのに、みんな喜ぶどころか泣いてしまうのです。どうして、あ、待って、コックさん乙女、普通にいい人、もしかして。おそらく、私自身に原因、問題があるのです。きっと、不細工でキモくて陰気なのがいけない。いや、違うよ。私見た目好きだよ、コックさん乙女さん。でも、まあ、確かにね、落とし穴に落ちた先にある量ね、お店っていうのは、そこが一番の不気味な場所だからね。私は、目の前にいるお客様に寄り添い、料理で幸せにするをモットーに。多種多様な生き物のお客様のためにお料理をしております。安心安全なお料理を提供するためには勉強が欠かせません。お客様の文化、体質、好み、覚えることは山ほどあります。しかし、居心地のいい空間の作り方や自分の考え方はずっとわからないままで辛いのです。スーパーマーケットに買い出しに行くときもずっともやもや、あ、ちゃんとスーパーマーケットに買い出し行ってるんだ。孤独は涙となり、残酷な悲鳴となって溢れ出す。誰にも受け止めてもらえないまま。だから、食べないエンド、あんなに悲しそうだったんだ。うわー、ごめん。あ、泣いた。どうしてお客様は、あなたは私の料理を楽しそうに食べてくださるのですか？無理して笑っていませんか？ごめんなさい。こんなこと聞いてしまった。いや、タンポポくんはマジで幸せそうに食べてたよ。嬉しいのに自信がなくて、不思議でたまらないのです。あ、かわいい笑顔。泣かないでよ。大丈夫だよ。すごく楽しいもん。コック早乙女さんのお料理、びっくりするぐらい美味しいよ。高級レストランなんて初めてだから、僕もドキドキしてるけど、コック早乙女さんが優しいから安心してるんだ。わあ、嬉しい、これ。僕将来お菓子職人になりたくて、そうなんだ。学校で勉強してるんだよ。入学したばかりだけど、いっぱいいっぱい頑張ってるんだ。だから食べ物でお客様を幸せにするために旅をしているコック早乙女さんに憧れちゃった。勉強になるよ。これ早乙女さん嬉しいよね。本当にあ、好感度マックス。でもコック早乙女さんが寂しい気持ちになっちゃう理由もわかるよ。一人は寂しいよ。これって好感度メーターだったんだね。最初ね、何のメーターかよくわかんなかったもんね。お料理はいろんな楽しみ方があるけど、僕はみんなと一緒に食べるのが大好きだよ。僕、コック早乙女さんのお料理食べながら、次はお母さんとお父さんと一緒に来たいな。学校のお友達、先輩にも教えてあげたいなって考えてたよ。美味しいからみんなと一緒に食べてみたいなって、コック早乙女さんも同じかな。同じだと思います。みんなで食べてみたいです。でも、無理なんです。無理な理由があるの？私の家族は遠い星、薄紅色の星に住んでおりますし、友達0人ですし、薄紅色の星、なんか可愛いな。弟子は全員辞めてしまいましたし、孤独なんです。寂しさは耐えるしかないんです。みんなと一緒にご飯を食べるだなんて、そんな難しいことできませんよ。なんか辛いね。そうなの？じゃあ僕、コック早乙女さんのお友達になりたいよ。僕の名前はタンポポ。よろしくね。コック早乙女さん、お腹空いてない？一緒にご飯食べようよ。お話ししてみたいことがたくさんあるんだ。わー、これで一緒にご飯食べるの。めっちゃ美味しいよ、絶対。タンポポ様、本当にありがとうございます。心が温まる。こんな気持ちは初めてです。一緒に食べるためのお料理をお作りしますね。お待ちくださいませ。嬉しい。かわいい。めちゃめちゃ嬉しそうだな。頬染めて。え、めちゃくちゃいいお話じゃん。かわいすぎるんだけど。え、なに？はーい、最高の誕生日だな。ありがとう、コック早乙女さん。タンポポ様、お誕生日だったのですね。おめでとうございます。そうだったね。お誕生日だったじゃん。え、めちゃくちゃいい誕生日だね。ありがとう。お家に帰ったらみんなでパーティーするんだ。パーティー大丈夫ですか？もうお腹いっぱいですよね。ケーキ食べられますか？まだまだペコペコだし、美味しいものはいくらでも食べられるから心配いらないよ。一番最初ダイエット中言うたけどね。もうすんごいいろいろ食べてるよ。これもうダイエットしてるとは言えないね。あ、でもたくさんさ、出された品ちゃんとあるね。ここも、美味しそうな味噌のやつ。パーティーでコック早乙女さんのことを自慢しよっと。今度はみんなと一緒に食べに来るね。大歓迎です。いつでもお待ちしております。あ、終わり。お題はお客様の笑顔と思い出。ご来店ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいね。めちゃめちゃいい店。お題はお客様の笑顔と思い出。わあ、いい店だったわ。エンド2分の1。幸福。ゲームを遊んでくれてありがとう。ありがとうございました。あ、これ過去作品のキャラクターとかかな？わあ、ちょっとありがとうございました。タイトルに戻ります。はい。タップするとゲームが始まります。はいはいはい、タイトルに戻ってくるね。うわー、ちょっとめちゃくちゃ面白かった。エンドはね、2個回収したんで、ここで終わろうと思うんですけど、コック早乙女さん、本当にごめんなさい。私は謝罪しなきゃいけない、絶対に。もう最初からね、絶対人間の肉でしょとか、失礼なこと言っちゃった。ただただね、スーパーマーケットでちゃんと新鮮な食材を選び、ね、提供してたご飯を。全部怪しい方向に捉えてしまってた。わあ、ちょっと、見た目で判断するの本当に良くないわ。ごめん、コック早乙女さん。最高のシェフだったよ。